あ、こんにちは。管理職ユニオン関西の大橋です。前回もちょっと YouTube でお話しさせていただいてたんですが、今新型コロナの件で雇用問題も大変な状況になってます。で、それに関わる相談もたくさん組合の方に来てます。で、前回の話の中ではシフトを減らされたというふうな相談について、団体交渉をやるということをお話ししました。で、もうちょっと具体的に言うと、それはコンビニのですね、フランチャイズで数店舗を経営している会社です。で、そこでアルバイトとして働いている人が、まあ、それまで週5日働いてたのを週3日に減らされると、そんな話です。で、それについては先日会社の方と交渉してですね、とりあえず当面週5日勤務は保証するということで合意に至りました。まあ、一応その方に関しては、だから勤務日数減らされない、で従前通りの給料が保証されるということで一応解決しました。ただ全てうまくいくわけではなくて、なかなか会社の方もね、やっぱりもう強引に勤務日数減らしてきたりとかですね、あるいはまあ休業させて、でかつ休業手当も支払わない、あるいはまあ場合によったら雇い止め解雇する会社、そういうのもまあ後を絶たないと思います。で、なかなかそれで会社と交渉して全部が解決するわけでもないです。っていうのは会社の方も今相当厳しい状況になってて、もう倒産するかどうか瀬戸際みたいな会社もあります。で、会社に対する、まあ企業に対するですね、政府の支援金なりいろんな救済策ありますけれども、まあこれニュースとかでも言ってますけれども、なかなか手続きが遅い。で、もう当面資金繰りが回らないっていう状況の中で、融資を受けようと思っても何ヶ月も待たされる。あるいはその労働者の雇用を何とか維持しようと思って、いわゆる雇用調整助成金というやつですね。で、これを申請してもいつ給付されるかわからない。で、その間労働者に賃金払い続けてると、会社の方は倒産してしまう、そんな状況もあります。で、いう中で、必ずしも政府のその救済策というのはですね、実際にはなかなか機能してないということで、で、とりあえずもう個人としてどうやって生き延びていくかということも考えざるを得ない、そういう状況があります。で、今個人として活用できる制度というのは今日のところはご紹介したいというふうに思っています。で、一つはですね、まあ新聞なんかでもちょこちょこ載ってますけれども、緊急小口資金というのがあります。で、これはまあ原則1人10万円、1回限りですよ、支給されます。で、それはコロナによって仕事が減ったとかですね、で収入が減ったということを証明できれば、割方簡単な手続きで、その緊急小口資金1人10万円で、特別な場合、というのはありますけれども、それはまあ事業主、個人事業主の方であったりとかですね、小学校とか休校になって、その影響で例えば仕事を失ったとかですね、そういうふうな方に関しては最大20万円支給されると、給付されるというふうな制度があります。ただこれはいわゆる給付ではなくてですね、実は貸付ということになります。で、無利子で、あとまあ保証人もいりませんけれども、一応返さないといけないという建前にはなっている。で、ただまあ、1年間据え置きの後にですね、その後、まあ返済していかないといけないという形にはなってますけれども、まあ、その返済の時期が来てもまだ収入がなかなか減った状態が戻らないというような状況があれば、返済が免除されるという、まあ、事実上の給付ですねっていうふうな形にもなってます。あともう一つ、総合支援資金っていうのがあります。で、これは世帯単位ですけれども、やっぱりコロナの影響とかでもう生活が困窮して立ち行かないと
いうようになった場合に、最大2人世帯であれば20万円、1人世帯であれば15万円支給されます。で、これに関しては、これに関しては先ほどの緊急小口資金と同じ形で、一応貸し付けという形で、最大1回15万なり20万、それは3ヶ月継続しますので、最大例えば2人以上の世帯であれば60万円の貸し付けが受けられる。で、これも保証人いらないで無利子です。で、1年間の据え置き期間もあります。で、その後一定期間で返済しなければならないというふうになってますけれども、緊急小口資金と同じで、一定の条件、やっぱり収入が戻らないとか減少したままであるとかですね、いう場合には返済免除というふうなこともあります。で、もう当座とにかくしのぐためには、こういう緊急小口資金とか、総合支援資金とかいうのはどんどん活用していったらええと。で、返せるかどうかもう後になって、もう返せないような状況やったら、まあ免除制度もありますから、そういうのも活用してですね、とりあえずもう今しのがないと仕方がないというふうには思ってます。で、それのこのいわゆる緊急小口資金とかですね、総合支援資金の窓口っていうのは社会福祉協議会で、大阪であればですね、各区役所が窓口になってます。だからそこに行って相談されて、一定の証明はね、例えばその住所が分かるようなものとかですね、収入が減ったことが分かるようなものとかですね、そういうものはまあ必要になりますけれども、比較的簡単な手続きでもってその貸し付けを受けることができる。で、貸し付けを受けて、どうしても返せない場合は免除もあり得るということですので、どんどん活用していっていただいたらいいかと思います。もう一つ、住居確保給付金というのがあります。これは給付金であって、もともと貸し付けではないので、返済の必要はありません。で、住居確保、まあ大阪で言えば、まあ最大5万円ぐらいですかね。もう家賃が払えない、で、このままやったら家出ていかなあかん、そういう場合に給付を受けることができる、で、いう形になってます。で、これもコロナの影響で仕事が、まあ、例えばシフト減らされたとかですね、勤務日数減らされた、で、労働時間減らされた、あるいはフリーランスで働いてて仕事がなくなったという場合に、収入が減ったというふうな証明があれば、ね、これも割り方簡単に給付が受けられます。で、先ほどの緊急小口資金とか総合支援資金と合わせて受けることもできますので、場合によったら、だからそれでとにかく家を追い出されたらもう仕事も探せへんようになりますから、まあ、住居確保すると。で、あとその緊急小口資金とか、あと総合支援資金という形で当面の生活費確保するということで乗り切る。で、じゃあ借金ばっかり残れないかと。で、今言いましたように、住居確保資金、支援給付金というのはまあ返す必要がない、そもそも。で、緊急小口資金とか総合支援資金というのも、返せない状況だったら、それはそれでもう返さんでというふうな免除制度もある。で、今もうとりあえず本当に乗り切らんとしゃあない状況で、で、コロナの方も、まあ、最近ちょっとね、感染者数減ってますけれども、やっぱりいつ収束するかわからない。で、仮にそれが一定収束していくとしても、経済の立て直しがどうなのかわからないという状況では、で、会社も当てにしてても、雇用の維持とかですね、で、あるいはその、休業手当払ってくれるかどうかわからないという状況の中では、もうやっぱ個人でもうどうやって生き延びていくのかということをもう本当に考えないといけないというところでは、まず、もちろん労働組合ですからね、会社にきちんと雇用保障制とか、その休業手当きちんと払えとかいうことは要求しますけれども、それだけじゃなく、自分でまあ自分の身を守っていく方法としてね、そういうふうな制度もどんどん活用していったらいいんではないかというふうに思っています。以上です。和さんのね、はい。この
提出書類っていうのはなんかいろいろ多分あるんですよね。ありますね。でとりあえずその大阪市であれば区役所の方にまあ電話をまずしてみて、どんなものが必要ですかとかいうのも聞くのも、それはまず、うん、役所に行く前にね、電話で提出書類確認してはったらいいと思います。ただそんなに複雑じゃないです。雇用調整助成金の場合なんかもう書類いっぱい揃えないといけないとか、手続きはむちゃくちゃ煩雑やとかいうことで、申請しようにも申請できひんみたいな会社いっぱいありますけれども、こっちの方が比較的簡単です。まあ、もう端的に言えば収入が減ったという証明があれば、でそれも例えば給与明細とか出てる、あるいは給与が振り込みされてる、あとは銀行の通帳でも構わない、給与明細でも構わない、でシフトが減ったということも証明であれば、会社が出してるシフト表を持っていけばそれでも認めてくれます。だから割り方、証明がね、そんなきちんとした書類があって、もうなんか会社からのなんか収入証明出してもらわんとできんとか、そういうことではないです。なるほど。あと住宅確保給付金のはなんか家主さんの方に振り込まれるんですか？ごめんなさい、それ知らないです。なんかそういうふうにちょっと聞いたんですけど。あ、そうですか。はいはい。まあ、いっぺん役所には問い合わせるようなそうですね、そういうのいろんな個人で申請できる救済制度というのがありますので、でそれが新型コロナの関係でね、だいぶその適用基準、もともとあった制度ではあるんだけれども、適用基準が非常に緩和されているので、今やったら非常に通りやすいと思います。はい、ありがとうございました。はい、よろしいですね。知りませんけど。